はい、こんにちは。よしチャンネルの時間がやってまいりました。では第3回やっていきたいと思います。前回ですね、第1回目の動画ですけども、上げさせていただいたんですけども、その45分32秒あたりにですね、何か、心霊写真画像みたいなものが、写っておりました。結構話題になっております。興味のある方はまた、45分32秒あたりを、クリックして、見てください。では第3回やってまいります。笠原さんという女性、笠原という女性を救出した後からの動画になります。よろしくお願いいたします。いやー、燃えてますね。これは困りました。街がこんな状態だとすぐにレッカー車が来てくれそうにありませんね。ショールームですね。繋がらない。ここまで来てたどり着けないとは。霧島様、いかがですか？ダメだ、相馬にも中西にも連絡が取れない。サーバーはどうなってるんだ？皆さん、あなたの留守の間もちゃんと会社を守ってくれていますよ。本当にそうならいいんだがな。会社の社長さんですかね。一番信用ならんのだ。なんてこと。とにかく会社はすぐそこだ。何としてもたどり着くさ。ぼーっとするな。龍が如くみたいになってるな。少し乱暴な雰囲気に見とれてしまう。ぶつかられて転ぶやつは所詮その程度ってことさ。とにかく俺の邪魔をするやつは皆弾き飛ばすまでだ。大丈夫ですか？この人ええしてんな。あの方はここから南に行ったところにあるベストラというIT 企業を経営されている。お、やっぱ社長や。ベストラ。根は悪い人ではないのですが、事業の方で緊張が続くようで、時として乱暴な態度を取ってしまわれるのです。あ、ほんまはええ人なんやね。わ、雇ってもらいたいな、これは。IT 関連の企業だって？雇ってもらえないだろうか。勝ち組や。も大変なようですね。大きな地震だったようですね。ここも随分派手にやられました。あなたも気をつけて。ありがとう。さあ、どこに行くんやろ。中止しております。え、何どこで落としたのかしら。これはここや。女子トイレか。
どこ行こうかな。燃える。あんなに賑やかだった街がこんなことがあっていいんだろうか。お、また地震や。うわ。危ない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 。これ行ったら死ぬやつやな。いた。やっぱ近く行ったらダメージ受けますね。泉シェフ、泉シェフの料理楽しみにしてたのに。いや、そんな状態やないやろ。レストランの中が気になる男。隣の火災で、床は液状化、店内は大変なことになっているようだ。ところで私はこう見えても装備アイテムの販売やアイテムの買い取りをしているのだが。お、なんか帰るかもかな、持ち物を買ってもらいたいから見てほしい。今はいいよと言って差し去る。持ち物を買ってもらいたいから見てほしい。いや、逆に買おうか。服装、カーボーイスタイル行きましょうか。ああ、お金がないわ。じゃあハットだけ買っとこうか。あ、リュックが入らん。やめよう。ういっ、液状化してるな。どうしてこんなことに。まあ、地震が起きたんだから仕方ないんじゃないですか。そうですよ、こうなっちゃったらどうしようもないですよ。まあね。お二人ともシェフの気持ちを察してあげられないですか。何カッコつけてんのよ。分かってるの、分かってるんだけど。そりゃ苦労してやっとの思いで手に入れた店がこんな風になったんだから落ち込むのは分かりますが、これ以上ここにいても。いや、助けたれよ。ちょっと一本吸わせていただきます。そろそろ帰ってもいいですか。ここにいても危なそうだし。ん、なんだい。見ての通り営業してないよ。ちょっと中を通らせてもらっていいですか。ちょっと中を通らせてもらっていいですか。廊下が壊れてるから通れないよ。それでも通るって言うなら止めないが。シェフ、もう帰らせてもらってもいいですか。バイトかな。一旦解散します。みんな気をつけて帰ってください。営業再開のめどがついたら連絡するから。その時だいぶかかるやろな、ね、営業再開ね。ぼちぼち帰るか。どうしてこんなことに。この地震の理由がわからないですね。震源は7。マグニチュードだいぶあるやん。お、抜け道が。入れる。どこやここ。損傷が激しいトイレのドア。開かへん。何これ。木製のドア。あ、開くんちゃう。開いた。何屋さんやこれ。何これ、ガラスで。何やろこれ。あ、宝石店の入り口ドア。宝石か。
木製のドア。どっか行かれへんやろか。あ、木製のドア。あ、もう一個あった。ここは違うな。クラーって全然分かれへん。これ懐中電灯とかないんすかね。懐中電灯。なんもないな。分からへん。これ出るのも分かれへんな、これ。え？どこや？おい、ここか。お、これ何や？ロッカーかな？違うとこ行かれへんかな、これ。木製のドア。あ、ここは。あ、外出れる。あ、さっきどこか。外出られへんのかな。もう一回戻って。木製のドア。木製のドア。ここなんや。これさっきどこか。ということは、トイレはいいわ。もう一回開けてみよう。これさっきのとこか、やっぱり。あ、違う。ここになんかドアがある。あ、刺されてるやん。混乱してわけのわからない言葉を発する。あーが生まれてくるしちゃった、あったあったなんちゅうゲームや。何？あ、やばい、もしかして殺人犯がここにおった。え、これまたなんかまさか私の宝石を取りに来たの？やばい、宝石泥棒。とんでもない、宝石を取る気なんてありません。そうだ、独り占めは許さないぞ。聞こえないふりをして立ち去ろうとする。人殺しとつぶやく。これ人殺しとつぶやいたらあれちゃう、殺されんのちゃう、殺されるやつやな。どうしようかな、逆にちょっと下手に出ましょうか。とんでもない、宝石を取る気なんてありません。宝石を取る気なんてありません。これは私の宝石よ、誰にも渡さないわ。いいよいいよ。よく見ると彼女は怪我をしているようだ。どうしようかな、ちょっと優しく言っとく。これ使ってください。これ使ってください。これを救急セットを失った。まあいいや。お、全校ポイント3。こんなことをしても私の宝石はあげないわよ。お、殺されずに済んだ。で、金庫を覗くも、金庫の扉が開け放たれている。中のものを取り出す。あ、宝石店の錠前の鍵を手に入れた。さっきのドアが開くんじゃないですかね、メイン扉みたいな。ラッキー。どこや、全然分からへん。これ暗い、暗すぎる。ここやろ。よっしゃ。で、あ、ここや。ここやろ。お、使います。お、出れた。新たなステージへ。さっきのところから向こうに行けたってことかな。じゃあ進んでいきましょう。お、セーブポイント行こうか。とりあえずセーブ、一休みしてストレス解消。このストレス解消っていうのはちょっとわからないですね。おっと、違うステージですよ。これは楽しみだ。面白いですよね、このクエム。ちょうど高速道路の下あたり。
さっきの社長や。とても IT 企業の社長と。これね、ハンバーガーショップ。じゃあダブルチーズバーガー一つ。あ、コーラもね。あ、え、中止か。ハンバーガー食べたかったのにな。まもなく閉店となります。今上がられてもトイレは使えません。ご了承ください。なんかアイテムとかあれへんかな。アイテムは、あ、あった。天才、スクールバッグ25。よし。お、だんだん良くなってきたね。何これ、トイレ待ちのサラリーマン。とりあえず進んでいきましょう。わかんないですけど、どうすればいいこれ。さっきの社長のとこの入れんのかな。なんか開いとったもんね。シャッターから入れんのかな。どこ、あ、ここか。これ四角ボタンで入る。入れたかな。入った。はい、オッケー。社長のオフィスかな。扉何も開かへんな。こっちか。エレベーター動いてない。電気通ってへんな。これはな、トイレ。こっちね。シューエースのドア。アイテムとかあるのかな。なんもないな。何にもない。狭いから分かれへんね、これ。通用口閉まってる。これね、あ、階段で上がってると。トイレ何これ。あ、エレベーターか。専務室入ったのか。入られん。社長室とか言っとんな。サーバーは大丈夫なんだろう。ならどうしてうちの株価が下がってるんだ。よう分からん。サーバーは別の場所に分散して設置してあるので大丈夫です。ただなんだ。ライバル企業のケルベロスがうちが震災で取引できないとデマを流しているようです。あ、相手企業がケルベロスっていう会社ね。それで相馬と中西は。相馬部長は広報室におられます。中西専務とは連絡が取れません。中西のやつ、まさかこの機にライバル会社に。なるほどね。中西が悪いかな。なんてこと。とにかく中西を探せ。私は相馬のところへ行く。なんだ、お前は確かカーディーラーで尻餅を使ってたやつだ。そんな言い方。目障りなやつだ。あまりうろちょろするなよ。あの、どちら様でしょうか。社長のお知り合いのようですが。社長秘書仰せつかったものです。社長秘書仰せつかったものです。言い方。秘書ですって。社長が私以外に秘書を。こいつも秘書か。社長は私のことも信用してくださっていないのだろうか。
こんな秘書おらんやろ。私自身現時点で特に罷免されたわけではないので職務を全うさせていただきます。申し訳ありませんが今日のところはお引き取りください。まあ頑張ってくれたまえ。オフィスのドア、あ、開いた。めっちゃ暗いとこで仕事してんな。これはやばいや。いやもうテレワークしたらいいんじゃないの。テレワーク今流行りの。今後の身の振り方を気にしている主任、今のうちにケルベロスに移るべきだろうか。ライバル会社に移るつもりやな。外に出ている仲間は無事だろうか。みんな無事でいてくれればいいが。これ誰や。資産のほとんどをうちの会社の株で持っているのにどうしよう。このままだと家のローンが払えなくなるよ。これね、相馬部長、買い支えるにしても資金枠を超えています。これ以上は買い支えられない。仕事が早い社員、資料できました。めっちゃ早いな。地震発生から1時間半経ってから急に、どうしてある時点から急に株価が下がったのかしら。そのタイミングでうちに不利な情報が流れたのでしょう。長いな、もうええわ。相馬部長ここにやな。はい、資料できました。相馬部長このでな。とりあえず何もなかった、何もなかったっすね。さっきのところの辺に戻りましょうか。何にもないし。4回当たったらやばいですね、これ。ダメージ食らうと。ここからいけちゃう。お、いけた。うわぁ、阪神淡路大震災を思い出しますね。こんなんでしたもんね。面白いゲームですね。あ、もう死んでますやん。うわぁ、これはえらいことや。緊急事態宣言や。もう死んでるやん。めっちゃ死んでる。もうこれだけで20人ぐらい死んでるんちゃう。いや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 、いけない。地下鉄行けるのかな。開いてない。まあえらいことになってる。バスの人大丈夫かな。入れない。こっちはどうやろ。こっちは行けるかな。呆然としている地下鉄駅員、こんなことになっているなんて。地上がこんな風になっているなら地下の復旧はさらに時間がかかるだろうな。あら、開かへんな。行かれへんや。
中止とする発表がありました。川崎県内は陸路での移動が難しい。うわ、また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 。いた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 。嘘。じっとしとこう。ここ危ないな。ちょっと回復しましょうかね。あ、結構持ってるわ。おにぎり。あ、全然これで OK。75、ライフ75ですね。どうやって進むのかな。ここは、あ、ここも行けるんか。こっちからやっぱり進まないかんのかな。さっきんとこやろ。あ、ここを行けば進める。いや、同じやな。となると上は行かれへんのか。こっちかな。え、ここは進まれへんの。あれ、ここは行かれへんのか。どうやって進むやろ。何もないな。ここくぐるしかないか。さっきんとこ戻りましょう。進むところが分かんない。行かれ。ここの会社はもういいか。行かれへんな。ここもない、誰も行けない。どうしよう。わかんない。ここも行けなくなってますね。死んでるわ。大変なことや。あ、ここは行かれへんのか。向こうやったんか。なるほど。あ、行けるやん。あ、これさっきんとこか。とりあえずこっちやと思うんですけどね。こっち潰れて、ここは、あ、こっち一回行ってみようか。こっち行かんかったからかな。まあいいや。一緒やな。行ける行ける。あ、開いてるやん。開いてる開いてる。はい、進めました。ここなんかあるやろ。絶対ここなんかある。なんやこれ。レジスター金ないんかい。何もなかった。アイディオ
票が、倒れてると。これはこっちでしょ、ホームか。これなんや、トイレか。こちらのトイレは女子トイレか。男子トイレは入れると。ということはホーム。ホームなんもないや。あ、降りれるわ。危ない危ない。登られへんのかな。あ、登れた。暗いから分かれへん。電車乗ってみよう。電車乗られへんかな。電車のドア手動では開きそうにない。何これ、電車のドア手動では開きそうにない。車両の間、さまざまな機械やコック類が配置してあるが、それぞれがどのような機能を持っているのかよくわからない。駅員室に行けば何かわかるかもしれない。なんかあるんすかね。駅員室これか。スイカ持ってへんぞ。スイカ持ってへんけど入り放題や。わーい。駅員室どこや。あれへんや。駅員室これどこや。これさっきんとこか。駅員室どこや。これ駅員室ちゃうの。改札かこれ。ん、これあるやん、なんか。あ、ここか。ここっぽいな。絶対ここやろ。ここしかないやろ。何もない。お、なんかあるぞ。本棚、駅構内での対応関係。緊急時に駅構内にある車両のドアを開けなければならない場合、車両間のドアコックの使用を許可する。ただし乗客の安全を第一に注意して行うこと。ということはこれ4段でいけるかな。さっきの車両と車両の間ぐらいに何か。これか、これや、ここや。車両の間を覗き込んでみた。車両の扉を手動で開けるためのドアコックが設置されている。そこには地下鉄線内では絶対にハンドルを引かないでくださいと書かれている。引くやろ。左側の左車両の扉を手動で開けられるはずだ。左側やからこっちか。え、やばい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 。早く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 。え、これ開け、入った方がいいかなこれ。嘘、入った方がいいやつ。うわぁ、閉じ込められたやつじゃんこれ。え、死ぬじゃん。やばい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 。うわ、出られなってるやん。怖いな。ほんでこれよ、ホラーなってるやん。もうこれ怖っ。懐中電灯ないんかいな。え、また。おい、あかん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 。痛い。そう。痛い。まだ？あれ？あ、出れるやん。オッケー。はい、セーブポイント。ね、とりあえずセーブしていきましょうか。はい、進んできましたね。何の目的もなく進む男。え、あ、倒れてるやん。助けて。挟まれてる。助けてください。これは助けなあかんな。
て。なんか言うね。ください。わかりましたと言ってとにかく助ける。しゃがみ込んで相手の様子をじっくり観察する。気味が悪いので黙って立ち去る。黙って立ち去ったらやばいんじゃん。まあわかりましたかな。わかりました。お願いします。お、いいね。何が足か。申し訳ないと無念さをにじませて去る。それはあかんやろ。それは人徒的に来ないな。これは無理だなと淡白に言って去る。残っている、あ、乗っている瓦礫をどかしますから待ってください。これやな。乗っている瓦礫をどかしますから待ってください。お願いします。死ぬんじゃん。大丈夫かいな。え、いやいや、まだ挟まったままやな。なんか持ってこなかんやつ。助けて、助けてください。この辺なんかあれへんのかな。あ、なんかあるぞ。ラッキー、見つけたかも。ほら、地下鉄構内に刺さっていた金属の棒、だいたい近くにあるよね。手に入れたんか。で、あれ、よっしゃ。ありがとう。ありがとう。謝礼は100万や。真っ暗で叫んでも誰も来てくれなかったの。死んでるとこやったな。チッ、無駄な時間を使っちまったぜと悪態をつく。ついたろか。チッ、無駄な時間を使っちまったぜ。切られるかな。ごめんなさい。あ、ごめん、ちょっと言い過ぎたかも。お、助けたで。また少し足がしびれるわ。あ、こいつ連れていくんか。どこ、あれ、また降りてもうた。こいつ助けなかんのかな。あれ、どこ行った。あれ、折れへんなったよ、あいつ。あいつ折れへんなった。なんで、どこ行った、あいつ。あいつどこ行った。だいたい今おったのにな。今おったや。どこ行ったや。あ、ここに落ちてるとか見え、あ、地上に出ましょう言ってるな。進んだらついてくるかな。出ましょ、あ、そうか、電車乗らなかったかな。さっきのとこ戻れるのかな。あ、どこやったっけ。暗いから分かれへん、全然。ちょっとこのゲームあれやな、暗すぎるな。あ、こっちか。ということはこっちの電車の方か。あったあった、こっち戻ってんじゃん。戻れんのかな。出れる、あ、出られへんな。出られへんや。どないすんねこれ。
怖いな、夜の電車。え、うう言ってんだけど、さっきの女性と移動せなかったのかな。こういくね。あ、これか。ちょっと待って。ここ入れんじゃん。乗れるやん。おおおお、追ってた追ってた。地震地震地震よ。行け、もう進め。ちょ、怖い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 。あ。どこやこれ。お、なんかでも違うとこ来たぞ。どこやこれ。ばっかれ。どうやって行く。待てよ。どこやこれ。なんか懐中電灯とかないですかね、ほんまに。マジに全然見えへんわ。ここ降りて明るいとこ行きたい。明るいとこ。あの女全然来いへんやん。足痛いかな。あ、地震の影響で道がまたあるのかな。行かれへんやろ。行かれへんな。行かれへんから、こっち。今度はこっちの車両。行けるようになってるとかなってない。どうすんねん、こんな。どうやって行くんだ。うわー、またハマるやつや。いつものハマるやつや。これがしんどいねんな。ハマんのが一番嫌。あら、ここないな。向こうにセーブ見えてるけど、とりあえずセーブしとこうか。何もせえへんな、こいつ。何の動きもないね。やっぱこっちか。行けるポイントがあんのかな、ここは。出る窓から出変わってくるとか。やっぱここかな。ここ怪しいな。ここはさっき来たとこちゃうもんな。ここやっぱここかな。あ、いけるやん。なるほど、この上乗れと。これはわからんわ。上光ってるけど、あ、こっちか。わかりにくい。いけたいけた。よっしゃ。なんや。こんなところに女がいるぞ。やばい。こりゃいいや。ほう、確かに
結構いいんじゃないの。こんなところに二人おったな。地震のどさくさに紛れて入り込み好き勝手して暴れてたが、ここで女を捕まえられるとはラッキーだぜ。お前たち何者だと凄む。変なことはやめたまえときっぱり言う。彼女に手を出したらただじゃ済まないぞ。彼女をどうこうするのは僕が先だぞと順番を明確にする。下水なこのゲーム。まあ、ちょっと正当な感じで、彼女に手を出したらただじゃ済まないぞ、これでいこうか。彼女に手を出したらただじゃ済まないぞ。かっこつけられるのも今のうちだ。あ、いい選択やったな。とにかく二人とも縛り上げようぜ。分かってるよ。そう。縛り上げられてるやん。話しなさいよ。あ、暴れるなよ。すぐに良くなるからよ。しっかり縛り上げろ。痛い、痛いじゃない。話してよ。無法地帯や。おとなしく縛り上げられてるやん。ちょっと手間をかけさせやがって。でも少しくらい抵抗してもらえないとこっちも盛り上がらないんじゃない。お金なら払うから許してください。彼女は君たちに譲る、だから許してください。気を失ったふりをして様子を見る。金払ってみようか。お金なら払うから許してください。金？金ね。残念だが今の俺たちにはそんなの通用しないのよ。どうせ俺たちは地震が起きなくても人生終わっても同然だったんだ。今さら何かして捕まろうが殺されようがどうでもいいことさ。そうだそうだ。どうせ何をやっても報われないんだ。やりたいことをやるだけだ。まあ日本崩壊からな。こいつら狂ってるわ。そうさ、狂ってるさ。まあこっちの方が狂ってるけどな。おい、お楽しみは後だ。俺はまだ飲み足りねえぞ。そうだな、後でたっぷり可愛がってやる。ちょっとこいつら芝居て上出たいな。お、おもろなってきたぞ。え、なにこれ、なにこれ。あー、縛り上げられてるけど移動できんや。わー、これ見つかったやばいやつや。え、お前もついてくんのかい。ちょっとこれ一緒についてきたらバレんちゃん。あー、なるほどね、巡回してるわけね。あ、今危ない危ない危ない、見れる、バレる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 。あかん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 、こっち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 、危ない危ない危ない、もうバレるもうバレるもうバレる、危ない危ない危ない。いや、女バレるやろ。あ、いけた。どないすんねんこれ。え、いや、おるやんおるやん、やばい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 。おお、セーフ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 。あぶらあぶらあぶら、お前おるやん、もう一人の相方そこおるやん。これ大丈夫なんこれ。こっちやろ、どう考えても。あ、向こう行っとんな。え、どうすんのこれ。ちょっとここ隠れとこうか、様子見や。来た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 。え、そっち行くんかい。やな、こっち行こうか。あ、こう入る、あ、こう入らなあかんのかな。行け、もうこの前行け行け行け。これミスターめんどくさい。早いけ早いけ、あかん、これやばい。
いけ、いけた、いけた。お、ここ入れ、ここ入れ、ここ入れ。隠れれるやろ。お、いけた。あぶれ。テープ台。業務用のテープがある。そこには大きなテープカッターが取り付けられている。手を縛っているロープを切ってみる。お、切れるやん。あ、回ってる回ってる。これ暴れる。やばいやばいやばい。あいつ行ってから切ろうか。行った行った行った。今や。切れた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 。え、どうすんのこれ。つい、お前さっき言っとったな。追ってこないみたいね。よし。本当にどうなるかと思ったわ。お前のせいでな。富田、富田かなえ。あなたは。また出たで、魅力的なオーラを発しながら名乗る。よろしくね。ちょっと引いてるやん。高速道路まで倒れちゃって、大きな地震だったみたいね。せや、大変やったで、ここまで来るのに。私、フェリー乗り場に向かうためにこの駅で降りたところで地震にあったのよ。さっきの兄ちゃんの彼女か、もしかして。君はなぜ誰もいない地下鉄の駅にいたの？駅のコインロッカーに用事があったんだ。あ、そうか、コインロッカーの鍵やったんちゃん。やってないわ、何も。駅のコインロッカーに用事があったんだ。鍵取ってへんぞ、俺。そうなんだ。こんな時にロッカーに用事ね。だけど、もしあなたが来てくれなかったら、まあ、いいか。私、今も地下鉄の駅の中で動けないままだった。100万や、100万。本当にありがとう。この代償は100万や。ところで、君は今からどこへ行くつもり？家は近くなの？僕は、自分が別の土地の人間であること、たまたま今日ここにやってきたばかりであることを彼女に伝えた。そうなんだ。この辺りの人じゃないんだ。それで、どこへ行こうとしているの？こいつと一緒にいた方がいいんちゃう？僕もフェリー乗り場に行こうと思っているんだ。そうなんだ。あ、一緒だね。じゃあ行きましょうか。よっしゃよっしゃ、ハイキングや。いた。大丈夫よ。さあ行きましょう。よかった、行けた。でもなんかコインロッカーの鍵とか取ってへんねんけど、取らなあかんのかな。あ、もう行かれへんな。はい、では今回は第3回、ここまでということにしておきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた第4回でお会いいたしましょう。さよなら。